名前が桂翔馬です。桂翔馬二十歳。うん、でもなんか美味しそうに食べそうだよね何いろんなものを、うん、笑顔がさ、うん、氷なんで好きなの？味が美味しいです。とにかく味が味、はい、だって味ないじゃん。氷ってあの氷でしょ。そうですね。好きな氷とかある？自宅の氷が一番いいですね、やっぱり。あ、冷蔵庫の、はい、じゃあちょっと見せてもらいましょうか。まず見せてもらう、はい、ね、では早速食べていただきましょう、うん、こちらに氷をお持ちいたしました。こちらの氷はですね、うん、あのスタッフが桂さんのご自宅まで行きまして、そして水道水を持ってきて、うん、宗教テレビで作った氷です。ああ、なるほど。じゃあもう家で食べてと同じっていうことかな。そうですね。どうぞ。じゃあ水道水は同じですからね、うんうん、味は同じじゃない？いや、俺すげえと思う。無理だわ俺、うん、好きなんだよね。そうですね、水よりも好きですね家帰って水いっぱい、夏とかじゃな、夏とかじゃなくて氷ポンコ、氷ですね。これは何、2個とかいっぺんにいけたりするの？あ、はい、2個は多分いけると思います。ちょっと行ってみて。あ、同時、え、それで量、え、いける？痛くない口の中？痛くないですね。